岸田総理大臣は LGBT などの性的少数者への理解促進を図るため、森まさこ総理補佐官を新たに担当させる方針を固めました。LGBT などの性的少数者をめぐっては、今月同性婚などについて差別発言をした総理秘書官が更迭されています。こうした中、岸田総理は性的少数者の理解促進を図るための担当に女性活躍を担当している森補佐官を新たに任命する方針を固めました。岸田政権として性的少数者を取り巻く問題に積極的に取り組む姿勢を示す狙いがあるものとみられます。岸田総理はこの後、性的少数者を支援する団体と面会し、意見交換を行う予定です。